素晴らしい。入れまーす。よ、そう。アレクサ、停止。よいしょ。あ、なんかすごい。なんか匂い、独特の匂いがする。なんかおかしいぞ。こういう感じでした。もしの。なんかちょっと血管みたいなものが。そう、膜がすごい。こういう。油性卵。油性卵だ。確かに。いただきます。あ、レバーの味する。うん。うん。でもそうだ、レバーが。ここら辺は普通に白身で、うん、中はちゃんと肉が入ってるから、うん、ちょっと臓器のレバーの味がする。あー、でも本体来たわ。ちょっと羽っぽい。筋が出てきた。うん。筋が登場し始めて。めちゃくちゃやべえの覚悟してたから、意外と驚いてないけど、うん、普通にちゃんとあるわ。なんかこういう感じの。うん、鳥だわ。うん、美味しい。レバー好きだった。砂肝の感じ。うん、レバーよりは食べやすいんで、うん、砂肝。まあね、みんな鶏肉は食ってるし卵も食ってるからね、うん、鶏が同時に怒ってるだけって言ったらそうなんだけど、うん、なんかスズメの丸焼き食べたことあるんですよ、一回。そう、僕もあるの。スズメの丸焼きの味にめっちゃ似てる。うん、美味しい、これ。本当はね、でも正直これもだから半生で食ってみたいんだけど、ちょっとね、半生ちょっと怖い。お腹は怖いよね。うん、カンピロバクターがいるかもしれない。でも一個半生で開けてみるか、食べるんじゃなく、うん、開けてみるのもあり。うん、どんな感じなのか。すごい、筋が、はあ、素晴らしい。こういう状態で入れます。あ、すごい。あ、ヒナだ。はあ、かわいい。かわいいか。ここが裁判みたいな。かわいいはちょっとやばいぞ。いい。わーお。感じでーす、みたいな。すごい。生き、命だ。命だ、すごい。風呂入ってますね。上がります。風呂から上がります。あ、はい。上がりました。いただきます。ここで足があって、頭が。じゃあ今度は頭を。あ、普通にめっちゃ柔らかい。美味しいですよね。食べやすいんですよ。マジだ。うん。うん。うまい。うん。うん。